ベジフルキッチンエッセンスへようこそ。今日はフライパンでお手軽に作るトウモロコシの冷やし茶碗蒸しを作りました。冷たくつるりん、夏にぴったりの冷製茶碗蒸し。トマトの酸味とトウモロコシの甘さが際立ちます。1. これならできる。ポットで手軽に本格一番だしの取り方。 2. トウモロコシの粒を外す身近な裏技。 3. 茶碗蒸しの液を滑らかにする一工夫。 4. 具材の下ごしらえ。 5. 蒸し器やレンジを使わずフライパンでの蒸し方。 6. もしも茶碗蒸しに酢が入ってしまっても大丈夫、リカバリーできるあんかけ。 7. トマトの酸味とトウモロコシの甘さがベストマッチ、冷製ならではの組み合わせ。試食の感想や今日のまとめは一番最後に。今回のレシピは FM 甲府ラジオ月中のカラフルキッチン内でお伝えしたレシピです。このチャンネルは野菜ソムリエ料理教室エッセンスの大久保が料理のレシピや役立つ情報をお伝えするチャンネルです。お見逃しのないようにチャンネル登録をして最後までお楽しみください。基本的に毎週土曜日夜8時公開予定です。材料はこちらです。トウモロコシの冷やし茶碗蒸し、材料4人分、卵2個、だし汁 300cc、 塩2つまみ、醤油、みりん各小さじ1、鶏むね肉 50g、 下味の酒醤油少々です。トウモロコシ1本、冷やしあんの材料、だし汁 200cc、 ミニトマト4個。トウモロコシはだし汁の中に入れるのと別に大さじ2取り置きしておく。浅漬き適量、水溶き片栗粉適量です。材料は一旦停止してご確認ください。概要欄にも記載しています。 Please stop and check the materials. It is also described in the summary column. それでは作ってみましょう。まずはポットを使って手軽に一番だしを取る。ティーポットに昆布7センチと鰹節一握りを入れます。そこへ臭み消しの塩を加えます。そして熱湯を 3.5 から4カップ約 800cc 加えます。ゆっくり熱湯が冷めながら美味しい出汁が取れます。人肌に冷めるまで置いておきます。市販されている出汁ポットと同じ原理なので、お家にあるティーポットで十分です。この出汁の取り方を覚えておくと、和食の茶碗蒸しやお吸い物などに使えてとても便利です。次に具材に下味をつける。鶏むねの細切れ肉に料理酒小さじ半分、醤油小さじ半分を加えて混ぜ合わせ、しばらく漬け込んでおきます。鶏の臭みを消して下味をつけます。卵液の準備ができるまでつけておきます。次に具材を切る。ミニトマトをカットする。ミニトマトはヘタを取り、1センチ角ぐらいになるようにカットします。今回のミニトマトちょっと大きめだったので3個使いました。4分割したものをそれぞれ半分にカット。トマトの大きさによってお好みで調整してください。トマトのグルタミン酸と鰹節のイノシン酸はとっても相性がいいです。次にトウモロコシの粒を外す。最近では便利なコーンカッターが販売されています。ピーラータイプと輪っかタイプです。ピーラータイプは皮を剥くのと一緒で、輪っかタイプは芯を中心にねじります。扱いやすいように長さをカットします。今回用意した粒を外す3つの道具を使い比べてみます。まずは一番オーソドックスな包丁で切る。包丁でカットするときは必ず底が安定している状態にしてからカットしましょう。トウモロコシの粒の根元から切り落とします。一番手っ取り早い方法です。包丁だと粒はきれいに落とせますが、包丁が斜めに当たっている端っこの部分はどうしても粒が切れてしまいます。次に一番身近な割り箸を使います。割り箸を割らずに一番太い部分を使います。もろこしの粒の根元に当てます。あとはもろこしの粒の縦線に沿って芯と粒の境目に箸を入れます。気持ちいいほどスパッと粒が取れました。ポイントは割り箸の太
太い方を使いますが、このように先が斜めになっていると使いやすいです。斜めでない場合は包丁で斜めにカットしてから使いましょう。粒がまっすぐに整列しているトウモロコシだと、この割り箸方法とっても便利です。使い方のポイントは、割り箸をグーでしっかり握り、トウモロコシの根元と芯の隙間に箸を差し込んでから一気にグッと押します。粒が切れたり潰れたりしないので、トウモロコシ一粒一粒を生かす料理の時に役立ちます。包丁でカットすると、斜めに当たったところはどうしても粒の根元がうまく取れません。そんな時にこの割り箸方法が役立ちます。あとは手で簡単にポキポキと外すことができます。このトウモロコシの粒の根元に、疲労回復のアスパラギン酸やコレステロール値を低下させるリノール酸を多く含むので、根元までしっかり使いたいですね。ということで、一番身近な割り箸を使った粒の外し方でした。次はもろこし専用の粒外し、もろこしピーラーです。もろこし2列分ぐらいの幅があるので、もろこしの根元に入れてピーラーと同じように引きます。初めだけ刃が引っかかるまでがちょっと大変です。慣れてくるとスッと引けるようになりますが、結構握力が必要です。包丁で切るよりも粒の根元までしっかり取れるのが特徴です。慣れてくると素早く剥けるようになります。なのでメリットは、粒が根元からきれいに取れること。デメリットは、粒の形状が崩れてしまいやすいこと。なのでコーンポタージュにするときはこの方法が便利かなと思いました。次はリング状のもろこしカッター。これを使うときは切らずに1本のままが使いやすいです。もろこしの先端の細い方からリングを差し込み、芯に沿って輪っかの部分を握り、リングのギザギザを当てて取ります。リングの大きさはギュッと握ると細くなるので、芯の太さに合わせてリングを締めて使います。結構握力が必要です。粒が綺麗に取れているように見えますが、握力が少ないと芯の根元の部分が綺麗に取れないです。最後の方はだんだん持ち手が小さくなってくるので、持ち手の向きを変えて最後まで切り取ります。しっかり芯に沿って力を入れて回すことができる人にはこちらもおすすめです。3つの道具の使い分けでした。トウモロコシの粒を分けます。粒の形がきれいに残っている分は冷やし餡のトッピングに使い、粒が切れている方は茶碗蒸しの具材の中に入れ込みます。トッピング用の浅漬きを小口切りにする。浅漬きは長さを揃え、端から細かい小口切りにします。トッピング用に取っておきましょう。茶碗蒸しの卵液を作る。人肌ぐらいに冷めただし汁を 300cc 用意します。そこへ塩を2つまみ入れます。醤油小さじ1、みりん小さじ1を加えます。塩がなじむようにだし汁が温かいうち混ぜます。別容器に卵を2個溶きほぐします。白身を断ち切るようにして混ぜ合わせます。卵がしっかり溶けたらだし汁と合わせます。この時熱いだし汁の方に卵を混ぜるとかきたま汁になってしまうので、卵の方にだし汁を少しずつ混ぜ合わせます。こうすることで卵の一部が固まらず滑らかに仕上がります。さらに滑らかにするようにこし器でこします。この時こし器を濡らしておくと卵液が引っかからずにきれいにこすことができます。濡らしてきたのがこちらです。卵液を入れて体や卵膜などを取り除いて滑らかにします。これで卵液の完成です。器に卵液を入れる前にフライパンの準備をします。フライパンの底にキッチンペーパーを敷きます。茶碗蒸しの容器を入れた時に滑ったりカタカタするのを防ぎます。蓋がしっかり閉まるものを準備します。フライパンの底1センチほどお湯を注ぎます。蓋
蓋をして火をつけ蒸し器の準備をします。まずは強火で沸かします。器に具材と卵液を盛る。今回は中身が透けて涼しげに見えるプリンカップと茶碗蒸しのカップと2種類用意しました。下味をつけた鶏肉を均等に入れます。この時鶏肉を漬け込んだ漬け汁が残っていたら少しずつ器に入れましょう。旨味が残っているので無駄なく使いましょう。次にトウモロコシの粒を入れます。潰れてしまった分や端っこの形の悪いところは具材の中に混ぜ込んでしまいます。トウモロコシは糖分が多く高エネルギーですが、食物繊維、リンや鉄、ナイアシン、加熱しても損失が少ない、ビタミン B1、B2、E など体に嬉しい栄養素がたっぷりです。卵液を均等に入れる。加熱のムラができないように同じ量を注いでいきます。茶碗蒸しの蒸す準備ができました。フライパンで茶碗蒸しを蒸す。しっかりと蒸気が上がったところへ茶碗蒸しを入れます。やけどをしないように気をつけましょう。フライパンで蒸す時のポイント1つ、卵液は65度から固まり始めるので、初めの 1,2 分は強火で卵液が白くなるのを確認します。倍速で色の変わるの変化を見てみましょう。変わってきたのが分かりますか？分からなかった方へもう一度ピンポイントでいきます。黄色っぽかった卵液がだんだん白い色に変わってきます。白く変わったら火を弱火にするタイミングです。確認のため中を見てみます。表面は白く固まっているように見えますが、カップを揺らすと中の卵液は固まっていない状態です。ここから弱火にして蓋をして約13分蒸し焼きにします。具材の量などによって時間が変わるので微調整してください。目安としては10分経った後、箸で刺して卵液が出てこなければ完成です。約10分蒸している間に後から乗せる冷やしあんを作ります。小鍋にだし汁 200cc を加えます。トッピング用の粒の綺麗なトウモロコシを入れます。トマトはこのタイミングでは加えずに後から入れます。味付けに塩2つまみを加えます。小鍋を火にかけます。だし汁が沸くのを待ちます。10倍速で見てみましょう。だし汁が沸き上がったら水溶き片栗粉を適量入れてとろみをつけます。火を弱火にしてから加えることでダマになるのを防ぎます。水溶き片栗粉を加えたらよく混ぜましょう。まだ少しいるようなのでもう少し足して加熱します。水溶き片栗粉を加えてとろみをつけたら必ず一度沸騰させましょう。だし汁が沸いたところへトマトを加えます。トマトが煮崩れないようにさっと加えたら火を止めます。あんかけを冷やす。素早く粗熱を取るため氷水の上につけておきます。長く煮込まずに粗熱を取ったので綺麗な色に仕上がっています。そうこうしている間に茶碗蒸しが蒸し上がりました。粗熱が取れたら冷蔵庫にしまいますが、急ぎの場合はこのように氷水を張った中に直接つけます。茶碗蒸しが冷えたらあんをかける。今回はプリンカップの方が熱通りがよく少し酢が入っていますが、あんかけがあれば滑らかになるのでリカバリーできます。茶碗蒸しの器の方は大丈夫だったのですが、器の厚みでも蒸し時間が微妙に変わるので微調整が大事です。朝月を散らして彩りよく完成です。出来上がりがこちらです。つるっとプルプル、トウモロコシの冷やし茶碗蒸し出来上がりです。テイスティング。
トウモロコシの冷やし茶碗蒸し試食してみたいと思います。ラジオ番組でねご紹介したのは瓶のガラスのカップにね入っているものをご紹介しました。こっちはね茶碗蒸しの器でね作ってみたものを今日試食してみたいと思います。はい、通りあんがね冷えて美味しそうですよ。はい、でもろこしとトマト、片付きが入って彩り豊かですね。ではいただきます。ほんのりだしと塩気がね、もろこしの甘さを引き立ててくれてますよ。うん、これはね、夏にぴったりの冷やし茶碗蒸し。あらかじめ作って冷蔵庫で冷やしておけば、すぐに出せるごちそうの一品です。ぜひお試しください。一番最後は今日のおさらいとポイント。今日の7つのおさらい。その1、ティーポットで簡単に一番だしの取り方。これならお茶を入れるように初めてさんでも本格だしが取れます。2、トウモロコシの粒を外す便利グッズの使い分け。粒を残す料理なら包丁、割り箸、潰してミキサーにかけるならカッターも便利。3、茶碗蒸しの液を滑らかにするには卵液の方にだし汁を入れること、こし器を濡らすこと。4、具材の下ごしらえには臭み消しの酒と下味の醤油。5、フライパンでの蒸し方は強火2分、あとは弱火で滑らかに。6、茶碗蒸しに酢が入ってしまってもリカバリーできるしっとりあんかけ。7、冷やしあんかけはトマトを入れたら煮込まずにすぐに冷やします。色鮮やかに仕上がります。以上、今日の7つのおさらいでした。感想、リクエスト、質問があればコメント欄にお願いします。動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは野菜、果物を中心にお料理やお菓子のメニューをお伝えしています。日本人はお野菜が約 70g 足りてないと言われています。少しでも野菜、果物を生活の中に取り入れて健康的に過ごせるお役に立てればと思っています。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。毎週土曜日夜8時エッセンスで全員集合ということで、毎週同じ時間に配信しています。お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。 YouTube の他にも Instagram、Twitter、ブログ、TikTok なども配信しています。よろしければシェアいただけると嬉しいです。最後にいいねを押していただけると大変励みになります。よろしくお願いします。それでは今日も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では